コミックゼロサム。出稼ぎ令嬢の婚約騒動。次期公爵様は婚約者に愛されたくて必死です。他には質問とかない？他ですか？突然笑ってごめん。俺って顔がいいからダンスに誘った女の子は決まってこう尋ねるんだ。どうして私と踊ったのって。みんな俺が君に恋をしたからって答えを期待するんだけど、君は違うんだね。はあ、こんな美しい人が自分に恋をするなんて全然ピンとこないな。じゃあ今度は俺が質問してもいい？イーラ、イーラ。あ、イザベラ様。保護者も来たみたいだし俺も戻るね。あ、はい。今日はありがとうございました。こちらこそありがとう。とても楽しかったよ。またね、イーラ。よかった。はぐれたかと思っただろう。ごめんなさい。でも楽しんでくれたようだね。イーラの瞳が生き生きしてる。私は貧乏なのは仕方がないと分かっています。でもこのまま何もしないで嘆き続けるのは嫌なんです。イザベラ様にもらったこの服もすごく嬉しくて、きっと買われる。新しい服を買うお金がないなら自分で稼ぎたいんです。そのために踏み出す最初の一歩、お願いします。私に仕事を紹介してください。私の人生はこれから無限に広がっていく。あれから10年、今日までずっとミハエル様に憧れて、いつか彼のために働ける日を夢見て頑張ってきた。もっともっと技術を身につけて、そしたら必ず。だけど結婚したらもうその夢は絶対に叶わない。10年間学んできたことを結局ミハエル様のために使えずに。本当にそれでいいの？いや、よくない。どうしても諦められない。一度でいいからミハエル様のために働きたい。イーラ、よく来たね。イザベラ様、ご無沙汰しています。今回もイーラの仕事ぶりは聞いてるよ。さすが私のイーラだ。それで今日はどうしたんだい？はい、あの、私結婚が決まりました。イーラは結婚したくない？いいえ、いつか親が決めた相手と結婚することは覚悟していました。でもお願いします。結婚するまでに一度だけでいいので、ミハエル様がいるバーリン公爵家で働かせてください。雑用でも何でも構いません。私の10年の集大成の仕事がしたいんです。わかったよ。それならバーリン寮の雪祭りの臨時使用人にねじ込んであげるよ。かわいいイーラの頼みなんだ。結婚前に存分に自分の力を発揮してきなさい。はい、ありがとうございます。お父様、お母様、心配をかけてごめんなさい。イーラ。でもこれだけはどうしても譲れないのです。イーラ、ここにもいないのね。どこに出かけたのかしら。あら、置き手紙読んでいいのかしら。うん、結婚前には必ず帰ります。それまでバーリン公爵家で働いてきます。結婚前の最後のわがままをお許しください。あなた、イーラが、イーラが。どうしたんだ？あなた、イーラにちゃんと結婚の話をしたのですか？ああ、イーラも納得したはずだが。じゃあどうして、どうして娘が婚約者の家に働きに行っているのですか？婚約の相手伝えてなかった。チャンネル登録はこちらです。おすすめ動画はこちらになります。よろしければグッドボタン、コメントもお願いします。